みなさんこんにちは。おっぱチャンネルのキラキラ2年生のゆうちゃんとけいたんです。よろしくお願いします。今日は厚生労働省が発表した文に基づき感染症の予防対策について私たちなりに分かりやすく説明します。部屋を分けましょう。まずこれがお家だとして、これがケイタンとゆっちゃんだとします。ねえ、何する？うん、何しようか。わあ、部屋が分かれちゃった。ああ、2つ目はマスクをつけましょう。ね、ゆっちゃんが一番好きな YouTube って何？やっぱおばチャンネルでしょ。おばチャンネルはやってても楽しいし、見てても楽しいよね。ねえねえ、やっぱおばチャンネルの一番のおすすめ動画はケイタンの1000円ガチャ5回じゃない？いや、それよりゆっちゃんのトランポリンでしょ。3つ目、こまめに手を洗いましょう。ただいま、お腹すいたからお菓子食べよう。ただいま、あ、外から帰ってきたら手洗わなくちゃ。あ、ケイタンも手洗おう。手洗い動画も後でやるので最後まで見てください。4つ目、換気をしましょう。ねえ、窓開けようよ。けど寒いから嫌だよ。寒いけどちゃんと窓を開けて空気を変えよう。5つ目、触れる共有部分を消毒しましょう。6個目、汚れた服などは洗濯しましょう。これ昨日着てた服だけどいっか、着ちゃおうっと。これ昨日着てた服だから洗濯しようっと。ここが洗濯機。それで今日は新しい服着よう。7つ目、ゴミはちゃんと捨てましょう。もしも感染者が出たときは、感染者のお世話はできるだけ限られた方で。あー、熱が。大丈夫？なんか飲み物いる？何か食べたいものはある？いつもの2丁目メイクする？あー、熱が。大丈夫？心配だけど、ゆっちゃんに任せよ。うん、そうだよね。ケイタンに2丁目メイクできないから、あなたにしてあげるわ。厚生労働省の家庭内で注意していただきたいこと8つのポイントは、以上の
8点です。他の人に移さないために席エチケットを説明します。ハクシュンハクシュン。何もせずに咳やくしゃみをする。ゴンゴン。咳やくしゃみを手で押さえる。マスクを着用する。ゴンゴン。ハンカチで口鼻を覆う。ゴンゴン。正しいマスクの着用方法。鼻と口の両方を確実に覆う。ゴム紐を耳にかける。隙間がないよう鼻まで覆う。正しい手の洗い方をやります。流水でよく手を濡らした後、石鹸をつけ手のひらをよくこすります。手の甲を伸ばすようにこすります。指先、爪の間を念入りにこすります。指の間を洗います。親指と手のひらをねじり洗います。手首も忘れず洗います。石鹸で洗い終わったら十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。今日マスクをのちゃんとしたつけ方が分かったから、ちゃんと今度からちゃんとしたつけ方でつけます。僕は今日思ったことは、分かってなかったことも何個かあったから、それも含めて本当のちゃんとしたやり方のことをやっていこうと思います。うかシールの正解はここでした。今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。キラキラ年生。今日は日本テレビアナウンサーがやっている早口言葉を僕たちもやります。学校、休憩、休校、家で集中、集中、長州力。手洗いじゃぞ、うがいじゃぞ、距離を取るんじゃぞ、今の不満我慢で自慢の日本にするんじゃぞ。きつい時期傷つきつつも危険突き破る絆あり。会うより今愛あるのは会わない理由。愛してる、うぱチャンネル。うぱチャンネルオリジナル早口言葉を発表します。